こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2023年4月2日です。 はいあの結局、昨日と連続になってしまいましたけれども、今日もお伝えしたい記事を見つけましたので、あのこちらのチャンネルからも配信したいと思いました。まあ、これもあの2日前の記事になってしまうんですけれども、3月31日の記事です。最近の、えー、動画の中で、チャールズ・ホスキンソン氏、カルタナエダのチャールズ・ホスキンソン氏が、あのとても、ね、大切なメッセージをこのあの、まあ、伝えてくださいましたので、それがこの記事の中にまとめ てていいいいままししたたのでお伝えしていきたいと思いますそれでは早速記事の中身に入っていきましょう。まずタイトルです。チャールズ・ースキンソン氏、5年から10年以内に国家がカル体の枝を採用すると予測と言ってますね。国家がカル体の枝を5年から10年以内に採用するようになる,なると予測しています。しかしそれには罠があるということですね。まあ、そう簡単にはいかないというのはね、もうあの想像つくと思います。それでは記事の中身に入っていきましょう。 カルダのエラの開発者であるチャールズ・ホスキンソン氏は反暗号勢力が邪魔をしなければ今後10年以内に国家がスマートコントラクトプラットフォームを採用するようになると予測しているホスキンソン氏は新しい動画の更新情報で自身の32万人の YouTube 登録者に国家はいつの日かあらゆる便利な機能を求めてカルダのエコシステムに依存するようになる可能性が高いと語っている ということで続いてね、あのチャールズさんが語られた言葉です。私には5年から10年以内にカルダノのようなテクノロジーで国家を運営できるようになる道が見えています。 そうなることが目に見えているのです。カルダノを使って原理原則とともにある国の身分証明制度を運営するのにカルダノを使うことができる道筋が見えています。原理原則とともにある決済システムや原理原則とともにある CBDC、中央銀行デジタル通貨があなたを保護してくれる、そんな道筋が見えるのですということですね。まあ、原理原則とおっしゃってますけど、えあの英語ですとあのプリンシプルスって言ってますけれども、あのこ,とこの言葉も折に触れ、チャールズ・ホッシンソン氏はその、 の中でね特にあのまあ、何年か前の動画の中では結構ね、あのこのことをね、あのこのプリンシプルスという言葉が、ね、出てくる頻度が高かったんですね。あのこれはまあ私が思うように、そのまあ、原理原則通りということはあの誰かのあののの誰かのこの一存によってっていうんでしょうかね。誰かあの か、限られた人たちの、その都合のいいように物事を動かすことができないように、まあ、よくこれもね、あの、カルダノで言われていることなんですけども、悪いことをしないのではなく、悪いことができないようにするという、そういう、あの、システムを作るということをおっしゃってましたけれども、まあ、それとも、あの、まあ、関係のあることだと思います。あの、原理原則っていうものが先にあって、そこには、あの、ある一部の人たちのね、都合のいい事情であるとか、あの、利権とか、そういうものが絡まないようにですね、そういった、あの、原理原則と共にある決裁システム、 そして、身分証明制度など,をあのなどを構築していけばそれがあなたを保護することになるだろうとそのような道筋が見えているとチャールズ・ホスキンソン氏はおっしゃっています。そしてそのまま邪魔が入らなければカルダノのエコシステムだけでも実際にそれを促進し成長させるのに十分なリソースがあります必然的にそうなるのです私たちには分散型ブレーンがあります。 コミュニティがあります。私たちは急速なスピードで成長しています。5年後、10年後に目を覚ますと数千万人の人々がいるでしょう。そしてその人たちが携わり、能力を身につけ、それを実行し、ユースケースを見出し、それを配線して繋ぐのに必要な資金を手に入れることができるのです。しかしホスキンソン氏は暗号と分散化の進展を阻害することによって、階層的な権力構造を保持しようとするかなり強力な勢力があると、 警告している。まあ、ここはネックになっているわけですね。階層的な権力構造。まあ、具体的にどうということは言っていませんけれども、まあ、あの、勘のいい方というかね、あの、日頃からこういうことを考察している方はね、あの、勘のいい方は、ま、大体あのあたりだろうと見当がつくと思うんですけども、まあ、ヒエラルキー的な、あの、そういう、まあピラ、ピラミッドみたいなね、そういう権力構造ですよね。で、今起きているのは、オペレあ、これ、あの、チョークポイント、 チョークポイント2.0としか書いてなかったんですけど、調べてみたら、オペレーションチョークポイント2.0ということで、これは暗号通貨を、暗号を取り締まる、そういった戦略のようですね。で今起きているのは、オペレーションチョークポイント2.0や、グローバリスト、ESG、環境 社会、ガバナンスなど、そのプラピラミッド構造の邪魔になる唯一の存在が、このモデルなのだと認識する動きがあるということです。このモデルっていうのは、その、まあ、あの、一般にこの暗号通貨、暗号通貨をめぐる、ま、いろいろなプロジェクトがありますね。まあ、暗号を使ったシステムっていうんでしょうかね。あの、その、あの、そのモデルのことを指していると思われます。これがね、あの、これまで、ま、ま、あの、守り抜いてきた、 あの、階層的な権力構造っていうんでしょうかね。これの、じゃ、を守り抜いていくため、行くには、これが、その、暗号を、え、暗号をめぐるそのシステムがね、邪魔になるんだという、まあ、そういうふうに認識している人たちの動きがあるということですね。ちょっとかなり際どいところに触れてますけど、はい。え、なぜならもっと優れた、ですね、ここからも大事です。なぜならもっと優れた、他の選択肢があるのなら、誰もそのピラミッドを受け入れようとはしないからですと言っています。 その通りなんですよね。やっぱりピラミッドのその下の層にいる人、まあ、ほとんどだと思うんですね。まあ私なんかも含めてなんですけどほとんどの人がそのピラミッドの層の下の方にいます。でそういう人たちをあの支配するシステムっていうのがあの、都合のいい一部の方たちがいらっしゃるわけなんですよねで。そういう人たちのことごとくその分散型システム、まあ今これから暗号プロジェクトがやろうとしていることがこの邪魔になってくる。 可能性があるので、まあ、それをこの阻止しようとする動きがあるんだと、それが今起きていることなんだと、チャールズ・ホスチキンス氏はおっしゃっています。で誰かがあなたの元にやってきて、こう言ったとします。あなたの癌を治す治療法があります。選択肢は2つです。手足を切り落とすか、副作用が少ない治療薬の錠剤を出すか、あなたはどちらを選びますかと。 もちろんね、あの、治療を受ける方は、その錠剤をくれとなるでしょうということですね。この病気、癌を治すために、あの、手足切り落としますか、それとも副作用が少なめの治療薬を使って、あの、ここに錠剤がありますか、それ飲みますかって言われたら、じゃあ錠剤をくださいって言いますよね。で手足を切断することが目的なら、錠剤の存在はあり得ない。つまり、 まあ,ちょっとね、あんまり言うと YouTube 的にあれなんですけども、まあそのえーまあ、利権が欲しい方たちにとっては、ね、あなたはもう手足切断するしかないんだよって、で終わりだしたいわけですよね。はい、なのであの、錠剤の存在はあ、あってはならないというものになってしまいます。えー、だから最近、暗号やたらと攻撃する人がいるんです。だから出てくる政府の報告書を見て、ユースケースがないということになるんですね。 私は自分のお金やアイデンティティ自分のデータ自分の経済の媒体世界に参画する能力や自分の人生の中で 政府の力を抑制する能力など、このようなものを管理できるのはかなり有益なことだと思いたいです。というところで記事は終わっています。まあ、私もちょっと読みながらドキドキしてしまったんですけども、やっぱりすごくこれは大事なことで、まあ、あの、そのね、一,一部の方で、その、まあ、非支,支配者を、まあ、牛耳っているというんでしょうかね、支配している、そういうあの体制を崩すものの、まあ、その、それの、あの、そういう、なんていうんですか、組織、 あの、構造を守りたい人にとっては、やっぱり暗号プロジェクトっていうのは脅威なんですよね。なので、それを潰しにかかるためのいろいろなあ活動があの起こっているっていうのがあの今の状況なんだということなんですね。なので、タイトルに戻りますけれども、5年、10年以内にはそのカルダノはたくさんの、とにかくあの、ソリューションを え、ソリューションをもたらせるような、その技術を備えていますので、あの、まあ、要請があればすぐに、でも答えられるというものを今、あの、備えつつあるわけなんですけれども、それを採用していただくには、はい、あの、やっぱりね、どうしてもその、罠っていうんでしょうかね、その、そうはさせまいとする、あの、勢力が、 え、動いているということで、まず、ま、そのことに気づきつつも、でも、ま、そういう人たちの都合の悪いシステムが、あの、つまりほとんどの人がこの求めているものであって、なぜなら他の選択肢、まあ、つまり暗号なら、まあ、はっきり言っちゃった暗号ですよね暗号という、あの、こういう選択肢というのはあるのなら、え、誰もその今まで守られてきたこのピラミッド構造っていうんでしょうかね、あの、そういうのを受け入れようとはしないから、まあ、そうなってくると、こう、都合が悪いから潰そうと、 しているんですよということが言いたいわけですね。これちょっとこの動画を上げてね、ちゃんと上がってくるかどうか私もね、心配になってしまったんですけれども、はい、あの、とても、とても大切なことをね、チャールズさんがあの、おっしゃっているなと思ったので、あの、私からもお伝えしたいなというふうに思いました。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。